アルピーナはアメリカが州国ミシガン州ロワー,ー半島の北端近くアルピーナ軍に位置する都市であり同軍の軍庁所在地である北ミシガンに属するとみなされている市内にサンダー湾国定水上保護区がある2010年国勢調査での人口は1483人だった夏の間は多くの観光客が訪れ一時的に人口が膨れ上がる アルピーナの人口は少ないが、人口の少ないミシガン州ローアー半島北東部にあって、これまで最大の都市であり、商業と文化の中心となっている。北ミシガンではトラバース式とともに、機関的存在の2都市であるとみなされている。アルピーナ地域医療センターは、連邦政府に指定された田園部地域医療委託センターであり、市内では大手雇用種である。 アルピーナ軍庁舎アルピーナは当初の1840年に設立されたアニミッキー軍に属しており、それが1843年にアルピーナに改名された。この名前はヘンリー・スクール・クラフトが考案したインディアン言語に似せた造語であり、良い領調の国というような意味だった。当時、ミシガン州の軍の多くを改名しようという大きな動きの中でのことだった。 アルピーナがある地域は、ミシガン州の東海岸にあることから、日の出川と呼ばれ、まず商業漁業が起こり、今でも広範な商業漁業活動が行われている。後に、ミシガン州の大半と同様2800年代の製材業の時代によって形作られた。今日のアルピーナは、世界でも最大級である石灰岩の石切り場で知られており、ラファーュ社が所有、運営し、 セメントの製造者、輸出者となっている。セメント工場は一時期世界最大級だったが、現在は、年産約300万トンのセメントを生産する、能力があり、ラファージュ社としては来た、アメリカで最大の工場である。また、コンクリートブロック製造機械のメーカーである、ベッサー社の世界本社がアルピーナにある。観光業もアルピーナの経済にとって重要である。 2007年2月、雑誌、ビズ・ジャーナルズが、アルピーナを、五大湖地域で最もホットな退職後の目的地に、含めた。全国的には、第44位だった。市内には、多くの著名な建物がある。例えば、アールデコ町のアルピーナ群庁舎や、アメリカ合衆国では、最古クラスのシナゴーグであるテンプルベスエルがある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は9.23平方マイルであり、このうち陸地8.54平方マイル、水域は0.69平方マイルで、水域率は7.49%である。ヒューロン湖のサンダー湾沿いにあり、市の周りはアルピーナ群区になっている。自然資源へのアクセスや水上交通がアルピーナの発展にとって重要だった。 アルピーナの周りには標識塔や灯台が多い。アメリカ空軍予備役隊のヘリコプター、ベル h h 1 n 9イ、フェルプスコリンズ州軍空軍基地での予備役、救援演習で極限飛行のために離陸するところアルピーナ、軍地域空港は、ミシガン州ロアー半島北東部では主要な商業空港であり、毎日デトロイトやミネアポリスセントポール都市圏に向けて、 エンデバー航空がデルタコネクションを運航している。アルピーナ市中央事業地区の西6マイルのウィルソン、軍区に位置する公共用途空港である。ミシガン州軍空軍のアルピーナ戦闘速応訓練センターがこの空港を共同利用している。アルピーナはレークステート鉄道が通っている。以前にアルピーナに通っていた鉄道は 製材会社のアルジャー・スミス・カンパニーが建設、所有していた。デトロイト・ベーシティアルピーナ鉄道は1886年頃に南からアルピーナに入った。他にアルピーナノーザン鉄道もあった。インディアントレールズ社がセント・イグネスとベーシティの間で毎日都市間バスを運行している。その経路はアムトラックスルーエイーモーターコーチの運行経路に 重なっている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アルピーナ市はアルピーナ軍の残りやプレスクアイル軍の一部とともにアルピーナ公共教育学区が公共教育を管轄している。アルピーナ公共教育学区は1963年にミシガン州では初の軍全体を見る。 教育学区として設立された。学区内には高校1校、ジュニア高校1校、オルタナティブ、成人高校1校、小学校6校が入っている。管轄範囲が620平方マイルあり、ローアー半島では最大の教育学区である。市内には私立学校が2校ある。オールセインツカトリック学校は市内にあるセントアンズ、セントバーナーズ、 セント・ジョン・ザ・バプテスト、セント・メアリー・オブ・イマキュレート・コンセプションのローマ・カトリック、教会4教区の系列であり、幼稚園前から8年生までの教育を行っている。イマヌエル・ルーテラン学校は、イマヌエル・ルーテラン教会に支援され、幼稚園前から8年生までの教育を行っている。アルピーナ市内には、アルピーナコミュニティカレッジがある。2年生純学士コースのカレッジであり、 スプリングアーバー大学など州内のいくつかの高等教育機関と共同事業を行っている。このカレッジの中にはコンクリート技術世界センターが入っている。5クラスの教養過程を終えた学生のためにマスター、ブロックメーカーズレグリーなどコンクリート技術の過程に世界から学生を集めている。アルピーナ地域の経済にとって観光業は重要な要素であるが、 アルピーナとロジャーズシティは共に工業基地でもある。特にアルピーナはラファージュのセメント工場があり、コンクリートブロック製造機械のメーカーであるベッサー社やデコラティブパネルズインターナショナルが所有するドライワールボード製造施設もある。ロジャーズシティには世界最大級の石灰岩採石場があり、五大湖やラストベルト地域で製鉄に使われている。 アルピーナの主要なショッピングセンターはアルピーナモールであり、ロワー,ー半島北東部では唯一の屋内型ショッピングモールである。期間店として JC ペニーとゴードンフードサービスが入り約20の店舗がある。アルピーナ市はアイスホッケーのアルピーナサンダーが本拠地にしている。アルピーナ市内には公認の歴史標識7本が立っている。アルピーナ市内では 下記のラジオ局の放送を聴取できる。AMFM、アルピーナ市は、ニールセムの定義するメディア市場の中では、全米で3番目に小さなテレビ市場に属している。アルピーナテレビ市場にあるテレビ局は以下の通りである。ケーブルテレビ、北東ミシガンでは、北ミシガンテレビ市場からの全国ネット放送や、モントリオールにある CBMTDT から、 CBC テレビの番組を視聴できる。ケーブルテレビはチャーターコミュニケーションズによってアルピーナ市内や多くの外郭の街に提供されている。サンダーワン劇場、ありがとうございます。